どうも、隊長でございます。幻想の城、続きやっていきたいと思います。前回のちょっと録画今見直してきたんですけど、結構うるさかったね。結構だって。結構うるさかったね。本当に申し訳ない。本当にね。でも、もう本当にね、もうどうしようもないからね。今しか撮る時間ないので、もう今撮影しょうがなくしてるんですけれども、まあ続きいきましょう。本当にうるさくてごめんなさい。また今静かなんですけど、また再開しそうな様子なので、見る限り、多分またうるさくなるんですけど、いきましょう。初めのページを読みますか。初めのページって多分オープニングのページだよね。何これ。目をつむるソラス、何これ。目をつむる、目をそらず、これどっちにすればいいの。私わからないわ。誰か教えてくださらない。誰か目をつむろう。必ず向かい何だったんだ今の。必ず迎えに行くから。目隠しを外した。こっから。はい、なるほど。初っ端から。どうなんだろう。今の選択肢をしたことによってまた変わるのかな。わかんねえや。まあいいや、じゃあ、ほとんど同じだと思われるので、何か違うところになるまで、カットいたします。そこまでカット。あれ？待って。ペーパーナイフだったよね、ここでゲットできるの。銀のナイフになってる。食事の時に使う銀製のナイフ。切れ味はあまり良くない。あれ？ペーパーナイフだったよね、さっき。さっきってか、前回まで。あれ？変わった。セーブして。あれ？俺の勘違いかな。まあいいや、切って。赤い鍵。よいしょ。まあいいや、このまま続けていきます。変わってる。変わってる。火ついてる。炎、何？炎がめいめいと燃えている。羊、遅いですよ。何をやっていたんです。ほら、早くワインセラーから食前酒を取ってきなさい。聖堂の鍵をもらった。待って、これカットって言ったけど違うかもしれぬ。どこだよそれ。ワインセラーってどこや。困った。せっかく鶴さんを招待し、晩餐に招待したのに。ここは一緒。聖堂の鍵、どこだそれ。あ、ここは開かねえ。聖堂の鍵、青い扉なんてあった。こっちは向こう。あ、わかった。今の気持ち悪いな。わかったぞ。ツワイトがその気分によってなんか部屋の構造を変えるって言ってたじゃないですか。で、暖炉からの向こう側から回ってきて、前回は回ってきて、でここから出てきたけれども、多分地下のショートカットにしたんだ、ツワイトが。多分そういうことだ。で、これを持っていけばいいんじゃないかな、ここら辺の。どれ、ここかな。どれかを持っていきますか。どれを持っていく。知らないよシェリー酒かな。あー、でもなんかシェリー酒ってなんか他の場所でもシェリー酒って 2回3回出てきたような気がするから、多分シェリー酒で合っているんじゃねえかな。シェリー酒持ってきたぞ。ワインセラーは廊下の突き当たり。注げばいいのこれ。手に持ちいいの100年もののシェリー酒。え、
7955年に作られたセリージュ。いやだいぶ文明も上に行ったんですね。赤よりも、あーでも文章ことセリフは同じなんだね。100年眠るシェリー酒。シェリー酒持ってきたぞ。あれ？シェリー酒持ってるよね。手に持ってるけど。おろろろろ？お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 ろろろろ？長い布をして注げない。注げない。ここにシェリー酒ぶん投げ違うな。あれさっきのバグだったのかな。遅かったではないですか。決して次はいらない皿を片付けてくださいね。黄金の皿を渡された。いらない皿？あれでもこの皿ってあれだよね、キツネさんのところに渡すやつだよね。キツネさんにじゃあ渡そう。はい、渡す。クイーンの鍵。クイーンの鍵はそこだよね。あーでもなんかところどころ違うのかな。うん、これはここだ。でこのケーキを目隠しして食べる。ほい、いた。あれまた違う。何か硬いものが歯に当たった。何か噛んだみたいだ。なんだろうこれ。鍵？金の鍵。あーここで金の鍵なんだね。金の鍵はあれだね、上の正面玄関前のキツネさーん。キツネさーん、やられちゃったね。で正面玄関上のあそこの扉だね。また始まったよ。ここに金の扉と。で舞踏会的な云々があって、そこのかなんだこれ。女王の国を示すとき、私はあなたを受け入れる。なんだこれ。なんだあれ、わかんねえぞ。まあいいや。多分ここであのお方と出会うのでしょ。あれ場所違う。まあ集会扱いではあるなら、はてなだから。こんにちは、新しいお客さんかしら。お客さん？ええ、ここへ来る途中で見なかった？広間で踊っていたと思うけど。あの人たちは客なの？ええ、ずっとあそこで踊っているのよ。あなたも？うん、私はここに住んでいるの。あなたのようなお客さんを案内するのが役目よ。私はレオノールっていうの。わからないことがあったら何でも聞いてね。その代わり外のことを聞かせてくれるかしら。外？ええ、私10年前にここに来てから一度も外に出たことがないの。だからたまにお客さんから外のことを聞くのがとても楽しみなのよ。あー間違って飛ばしちゃった。ちょっと字幕で出しておきますね。たまに飛ばしちゃうことはあるんですよ。いいかな？ OK。 じゃあ行こう。でもそういうお客さんはすぐにいなくなっちゃうから、あんまりお話聞けないのよね。ふん、僕も外のことはあんまり知らないんだ。でもそんなにいいものでもないと思うよ。サイトも時々そう言うわ。ここにいるのが一番安全だし幸せだって。そうかな。大切なのはどこにいるかじゃなくて誰かといるかだと思うけど、僕は姉さんさえいればどこにいようと幸せだから。確かにそうかもしれないわね。私もあの子と一緒ならきっとどこでも幸せだもの。あの子？8つ年下の弟よ。もういないけど。いない？ツワイトはそう言っていたわ。私彼に拾ってもらうまでの記憶がないから、あの子がどうして死んだかもわからないの。ツワイトは思い出さなくてもいいって言うけど。思い出したいんだね。そうね、思い出してもあの子が生き返るわけではないけれど、思い出していれば私の中であの子は生きられるもの。鐘が鳴り響きました。あら、今日は時間が早く進んでいるのね。急がないとまたメリーさんに怒られちゃうわ。
今日はお話に付き合ってくれてありがとう。今度は時間がゆっくりな時にお茶を飲みながらお話ししましょうね。うん、また。集会式ではあるけれど、全然中身違うんだね。うん。まあでも謎解きは多分似てるとは思うから、まあカットはちょくちょく入るかなと思います。多分ね。開かないんだね。目を開けて歩いてるかな。この道は間違ってる気がする。で、これまた目をつむって適当にエルが歩いてくれると勝手に。また違う。違うよね、ここ。いつ来てくれるんだろう。僕はずっと待っているのに。きっと忘れちゃったんだ。昔のことだもん。父さんも母さんもあいつも僕のことなんて忘れちゃったんだ。二人で一緒に時が来るのを待ちましょう。私だったらどこへも行かないわ。本当？本当にずっと一緒？ええ、ずっと。お姉ちゃんだもの、嘘なんてつかないわ。うん。そうだよ。僕には最初からお姉さん、姉さんしかいなかったんだ。姉さんだけが僕の家族なんだ。父さんも母さんもあいつも全部忘れてしまえばいい。姉さん以外のことなんて、家族のことなんて。目隠しを外した。あれ、またなんか違うとこだ。茨の鍵を手に、うー、ここに来るん？いけねえし。おー、なんかもっと違うとこ来たね。メリーの肖像3。何それ。暗闇にこそ真実が現れる。じゃあ暗闇にしろということなんだろうな。読めない。ああ、読めないですか。ごめんなさい。うわ、なんか血塗られてるじゃない、これ。穏やかな午後じゃねえよ、明らかに血塗られてるよ。なになに、電気つける、つけない。愛情と刻まれている。母、マザー、思い出、記憶、スイッチが壊れているようだ。うん、なんかこれ解かねえと進まねえな、絶対。ろうそくを吹き消さない。なんだ、忌避、忌避でいいのか、あれ。夢、うん、でもセーブできないもんな。セーブできないから多分即死イベントはないと思うんだけど。はい、吹き消してどうすんだ。おびっくりした。びっくりした。何の声だろう。猫かな。うわーい、誰だよ。誰だよお前。ラルス、お前無事だったんだな。無事って、君は僕のことを知っているの。あ、そうか、お前ずっと目隠しされてたから。俺の会話知らないんだっけ。ああ思い出した。ああ、うん、ラルスになってるよ。エルじゃなくて。いいんだ、それは。いいんだ、じゃあ、それは。ああ、思い出したよ。僕の監視をしていた人だね。あの適当な。適当って。適当じゃないか。監視中なのに話してばかりだし。あげく、他の人も巻き込んでどこかへ行くし。あれは。冗談だよ。君のおかげで僕には多少の自由があった。おかげで今こうして字を読むこともできる。感謝してるよ、監視役さん。本当か？よかった。いや、こっちの話。それより、ここは何なんだ？さあ、僕もわからないよ。向こうの奥にある扉は開かなかったし、試してみたら？せっかくだした。一緒に行こうぜ。な、いいだろ？じゃあいいよ。やったー。あ、俺エルヴィンって言うんだ。エルヴィン、トレーガー。トレーガー？トレーガーって、あれ？同じ名前じゃない？で、名前ってか名字じゃない？ラルフと。
18歳、兄弟ではないよな、多分。あ、装備いちいちこうするのか。青い服。ん？同じではあるのか。まあいいや。え？なんで？何が？いや、だって今扉が消えて、うん、なんか不自然だったよね今。扉って消える扉と消えない扉があるんじゃないの？ねえよ。扉は跡形もなく消えている。何だったんだ？まあでもなんとなく予想がつくのがあれだよね。このなんだっけ、エルヴィン、猫だよね。ちゃちゃ猫だよね絶対。猫の声したもん明らかに。うーん、茨の鍵で開かない。何をすればいいんだ。ああ、増えてる。いやいやいや、どこが穏やかなんだよ。書いている人にとってこれは穏やかなんじゃない。そうかな。まあ確かに芸術なんで人それぞれだもんな。そういうもん、愛情。なんか血生臭そうな愛情だな。赤は愛情の色なんだよね。それならこれも愛情じゃない？いや、愛情の赤っていうのはもっとこう優しい感じで。ふん、同じ赤なのに君は随分難しいことを言うんだね。僕が姉さんの声や匂いを優しいって感じるのと同じなのかな。多分な。母、ここに住んでる人って抽象画が好きなのか？にしてもなんか趣味がよくわかんないけど。抽象画？ああ、実物を正確に書き写すんじゃなくて自分が思ったように書くことを抽象画って言うんだよ。神父様は味わいがあるって言ってたけど、俺はよく分かんなくて苦手。じゃあその人の心を表しているんだね、その抽象画っていうのは。多分そんな感じかな。逆に本物そっくりに書き写すと、写実画って言うんだって。ラルスはどっちが好き？目で見なくても楽しめる方かな。ごめん。なるほど。思い出。この絵は他の絵みたいに怖くなくていいよな。怖かったの？だって暗いんだよここ。目を隠せば気にならなくなるよ。遠慮しとく。俺がやると転びそうだし。記憶。なんかうなされそう。何がって、こんな色の記憶絶対悪い記憶だろ。黒いし赤いし。悪い記憶なら思い出さなければいい。思い出してしまうなら忘れてしまえばいい。それだけのことだよ。そりゃそうだけどさ。うん、じゃああとこれとこれ。多分これキヒで合ってんのかな。すげえ、本物そっくり。でもなんでキヒなんだ。さあ、火を、嫌っている存在でもいるんじゃない。夢って黒く塗ってあるだけじゃん。せめてもっと明るい色にすればいいのに。僕はこれでいいと思うけどな。なんで？僕が見る夢の世界はいつも真っ黒だから。君の夢は違うんだね。ごめん。謝られる理由なんかないよ。その代わり音や匂いや感触があるから。そっか、そういうのもいいよな。好きな曲とかたくさん聞けそうだし。うん、たまにどっちが現実かわからなくなるけどね。姉さんがいない方が現実だから問題はないけど。なんかすごい変わってますね。あとこれか。3ってことは1とか2もあるのか。多分ね。興味があるなら後で探してみたら。それだけか。あ、これは何もねえ。なんだろうな。はい、じゃあね、一旦今回はね、ここで終わりにしたいと思います。いやね、集会式
ってありながら、あの全く違うルートでね、あのちょっとびっくりしながら、今やっているんですけど、この謎が解け次第ちょっと次回やろうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでね、最後になりますが、僕のチャンネル登録がまだの方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてこの動画の関連動画や右上のアイマークなどからも、僕の他の様々な動画ありますので、そちらもぜひご視聴ください。そんな感じで、終わりたいと思います。また次回よかったらお会いいたしましょう。バイバイ。チャンネル登録やコメントお待ちしております。また公式サイトやツイッターもよろしくお願いします。ではバイバイ。